札幌ガーデンパークは札幌市東区北7丁東9丁目にある複合施設、レストランビアホール、博物館、ショッピングセンター、屋内練習場で構成している。2003年に閉鎖した札幌ビール、札幌工場跡地を再開発し、開拓市の一事業としてビール作りが始まった歴史を守りながら未来へつなぐことを目的とした施設。 開発にあたって赤レンガ建築や原生林を保存し北海道らしい都市区間作づくりを目指した。日本国内唯一のビール博物館、札幌ビール博物館は札幌苗母地区の工場、記念館群の一施設として北海道遺産に選定されており札幌の観光資源の一つになっている。札幌ガーデンパークは地域に開かれた緑豊かな オープンスペース作りが評価されており、第30回緑の都市賞奨励賞、第21回全国花のまちづくりコンクール国土交通大臣賞を受賞している。都市再開発による新たなまちづくり、苗穂駅周辺地区まちづくり計画の策定範囲になっており、札幌市や苗穂駅周辺まちづくり協議会が苗穂駅移転を含む駅周辺の再開発を進めている。 札幌ビール園札幌ビール博物館あリオ札幌北海道日本ハムファイターズ屋内練習場ありがとうございます。